義子祭の模様はこ義子祭は東京都港区にある千楽寺で取り行われる供養行事である。毎年、阿光老子の打ち入りの日である12月14日に合わせて開催される。また春にも行われている千楽寺義子祭とも言う。千楽寺には阿光老子と浅野長則夫妻の墓があり、義子祭では午前で土胸供養がなされ、 多くの一般参詣者が商工に訪れる。献茶式も行われる。当日の仙学寺駅から寺までの道はかなり混雑するという。その他、上野公園の古城天神では、赤楼市の遺品の展示会が開かれ、打ち入り、社会という弓道の協議会も催される。祭りの主催者は、両国町連合会である。また、儀式行列というパレードも行われている。 東京で行われるため、全体として、キラ・ヨシナカに対しても、好意的なことが特徴である。義子祭と同時に、キラ祭、元禄師という祭りも開かれ、キラ・ヨシナカに対する供養がなされている。仙楽寺の義子祭では、ち入り小族を着た人々が、キラ・コウズケの助手屋土地から、仙楽寺まで行進するパレードが行われ、これを、義子行列と呼ぶ。行列では、 山賀流の神代湖が用いられる。こうした儀式行列は北海道砂川市の北仙岳寺などでも行われている。1950年から開催されている。1953年冬の儀式祭は戦災で消失したために再建された本堂の落成式も兼ねていた。1977年時点では付近に100ほどの露店が並び、 5万人ほどの人が訪れていたという。1972年からは、キラ祭りも同時に開催されるようになった。1999年冬の儀式祭においては、同年の大河ドラマ、玄読両欄」で、大石倉之助役を演じた中村勘九郎らによるトークショーも行われている。2016年冬の儀式祭では、大石倉之助らが切腹したと伝えられる。 熊本藩藩屋敷の跡地も公開された。この場所は千学寺から北に数百メートルほど離れており、普段は非公開となっている。この儀主祭では津軽ャミ戦争者で浅野長典の子孫だという浅野幸によるミニライブも行われた。儀式行列も約60年の歴史を有するが、主催者は千学寺や両国町連合会ではない。 1977年時点の儀式行列の主催者は、東日本橋にあった、繊ど問屋の日本綿毛であった。2013年時点では、在海二世学院の主催で行われている。更新のルートが、都営地下鉄浅草線のルートと被るため、1992年の段階では、徒歩での仙学寺に向かう代わりに、浅草線が使用されていた。そのため、 義子祭の日の東日本橋駅では、槍や刀を持って衣装に身を包んだ人々が電車を待つ姿を目にすることもあったという。ただし、2016年冬の義子祭では、47人の義子行列は、中央区役所前から千学寺までの約7キロの道を歩いている。ありがとうございます。